客さんもどうぞ一緒に。じゃあはいどうぞ彼女。あなたどうぞ。あどうぞ上がってくださいよ。聞いた方がいいですよ。うん。真ん中に立たないでね。それではね、ここは国の重要文化財。皆さんのパンフレットの表紙になってる。で、300年も見せなかったの。日本語わかる？あ、日本語じゃない。ほらほら。読める？これ、うん、大体。これ300年間見せなかった。300年。そう。で、なんで見せなかったか。真正面、馬に乗ってる人がね、将来3代目になる予定だったの。ところが残念、19歳で亡くなった。19歳。ね。で、昔は江戸時代、殿様、若様が亡くなると、家来、そばにいる人たち、日本では、殿様の後を追って腹切って死ぬ。腹切り。その人たちが、若様の周りに侍立ってる。左右三三奥一人、計7名。7名のお墓。墓、わかる？墓。はい、わかります。墓、これ、これ。これがそう。斜めだよね。で、伊達政宗公が皆さん亡くなった時は20名死んでる。2代目の殿様、この方のお父さんが亡くなった時は16。その位牌は全部随伴寺あります。今度行ってみてください。で、これ300年間見せなかったのはね、綺麗でしょ、すごくね。で、ロシアもロシア正教、ここにいるの。ロシア正教の信者さんが松島にいるよ。いるの、いるのね。で、すごくこれキリストの影響を受けた、ヨーロッパの影響を受けたんですよ。政宗公の命令で長谷倉常長という人がローマ行ったの、ね、それでローマ行ったので、向こうに行ってローマに行ってる間キリストになっちゃった、うん、で日本に帰ってきたら、日本はね、江戸時代はキリストを信じてはダメ。